今日は足トレですね。しばらくね、ちょっと膝が痛くて足トレは控えてたんですけど、久しぶりに多分もういいと思うんでやっていこうと思ってます。昨日はね、日曜日で久しぶりに一日ゆっくりして、モチベーションがやっぱりかなり上がりましたね。休みで YouTube で頑張ってる人の動画を見るとやっぱりモチベーション上がるし、筋トレってね、最も努力が裏切りづらいスポーツやと思ってるんで、いいっすよね。やった分だけしっかり帰ってくる可能性が非常に高いと思ってる、筋トレは。だからね、今週も頑張っていきましょう。部屋が汚すぎて、ほんまにどうにかしたいんですけど、僕掃除だけはできない人間なので、どうしようもできないですね。最近さ、こいつなんかちょっと漏れんねんけど、結構1リットル入って気に入ってたんやけど、大惨事になる前に買い直した方がいいかもしれへんな。それではトレーニングやっていきます。今日の目標は痛みなく足取りをやり遂げることですね。では、それでは足取りを始めていく。最近なんかね、マジで息切れが早い。緊張してるのもあるかもしれんけど、ちょっとやったらなんか息切れるし、なんで年なんかな。最近ね、足トレしたら膝が痛かったんですよね。で、パーソナルのコーチに相談したら、多分膝が支点になっちゃってんのやと思って言われて、それを改善したら普通に痛みなくできましたね。やっぱ詳しい人に相談するって大事ですね。昔膝が支点になってレッグエクステンションとかスクワットしちゃってて、それでね、気がしがちやったを直してもらったんですけど、それがまた再発しましたね。昨日は日曜日で筋トレも撮影も完全にオフにした日なんですよ。で、久しぶりに妻とデートに行って、イオンモール行って、その後ゴルフの簡単なショートコースみたいなの回って、最後にカラオケ行って、もうまさに遊び倒したんですけど、めっちゃ疲れましたね。妻は全然元気なんですよ。なんで俺こんだけ毎朝筋トレしてんのに俺だけバテるの早いんか、マジでわからん。基本的に僕立ってるの苦手なんですよね。同じ人いません？スーパーとか行ってももう30分くらい歩いたらしんどい。でもね、女性って全然元気じゃないですか、いっぱい歩いても。あれマジで不思議なんですよね。だから旅行とか行ってもすぐに俺がちょっと座って休みたいっていうとこだから、ほんま恥ずかしいっていうか、使えへん筋肉持ってんなって言われるんですよね。でもよくよく考えると筋トレってそうなりますよね。ならへん。体重増えるし、で、筋肥大狙ってるから、速筋が強くなってるだけで、別に筋持久力を上げてるわけじゃないし、だから、持久力は上がらへんのに、体はどんどん重くなるから、歩くしんどくなりますよね。もう、引きこもりを脱却したいって言ってんのに、筋トレすればするほど、外出るのがしんどくなって、より引きこもりになっていくっていうね。このループに陥ってますが、あんまり気にせず、最後に2日に1回やるって決めた腹筋トレーニングをして、今日のトレーニングを終わっていく。足取りをするたびにね、メンタルの弱さはちゃんと追い込んで頑張ってるんですけど、足取りだけは1時間以上はできないっていう、ね、感じですね。きそうになる、きついわ。今日は待ちに待ったワンピースがまだね、連載されてる月曜日なんで、しっかりワンピースなんで、ちょっとプロテイン一気に飲んでお腹いっぱいなんで、すぐに飯食えないですので、ちょっと休憩してから飯食って仕事に励もうと思います。月曜日から足トレするのは間違った。やっぱしんどいやな、足トレって。明日はね、気分転換に昼間に筋トレ行ってもいいかなと思ってますね。いつも6時から8時とかまで筋トレして、そこから仕事をしてるけど、明日は6時から仕事をして、さっさと仕事終わらせてね、3時ぐらいから筋トレ行ってもいいのかなっていう気がしてます。ちょっと考えますが、たまには朝以外ってマンネリ化を防ぎたいなっていう気持ちです。では寝ます。おやすみなさい。今日はね、早朝トレじゃなくて早朝仕事をします。そしてさっさと仕事を終わらせて、昼からもう存分筋トレをしようと思います。なんか仕事のこと気になりながら筋トレするのがほんまに嫌なんで、さっさと先に仕事の方を終わらせちゃおうと思って、今日はそんな感じでいきます。じゃあ頑張ります。筋トレいきます。今日はしろ、やっとだよな、やっとできるわ筋トレ。
やっと筋トレ行けますね。僕もう病気レベルなんですけど、もう1本ごとが気になったらもうそればっか考えちゃうんですよ。どんだけ他にしなあかんことがあってももうその気になってたことばっかり頭いっぱいになっちゃうっていう性質の持ち主で、ね、ちょっと昨日は仕事で解決できない問題があって、それがねずっと頭に残ってて、昨日も夜もずっと考えてたんですけど、もうこのまま筋トレ行っても多分筋トレに集中できひんわと思ったんで、今日は朝6時から働いてそれを片付けてからね筋トレに行こうと思って今になりました。まあ、一応解決はしたんで、でまあちょっとスッキリして2時間ぐらいがっつりやろうかな。それではトレーニングを始めていく。めちゃめちゃ集中できましたね。やっぱりね、気になることを早く終わらせておく作戦は大成功でしたね。平日の昼にトレーニングするの久しぶりなんですけど、人めっちゃいてビビったわ。こんなに人いるのって感じ。まあ5人くらいなんですけど、なんか平日の昼って朝より少ないイメージがあったんで、なんか全然人いてビビりましたね。増量入ってね、2ヶ月が終わって、今3ヶ月目くらいなんですよ。体重増加のペースはこんなもんですね。グラフの一番低いところが8月25日で 69.8kg。懐かしいなぁ、70キロ切りたいっつってコメント欄でもね応援していただいてそっから今の体重が今日の差 77.2 キロなんで、まあ大体 7.4 キロ増えたんか。なんで1ヶ月3キロくらいか。まあそう考えたらいいペースな気がしますよね。なんとなく見た目的にも前の77キロの時よりかは締まって見える気がする。まあ僕はね筋トレ日記っていうチャンネル名なくらいなんで、この YouTube がもうほぼ日記なんですよね。なんで昔のボディがねしっかり残ってんのがありがたい。右が5月15日減量中ですねの 76.5 キロの時でした。で左が昨日だから約半年前ですね。なんで昨日がこんなにくれんかは分からないまあ照明の問題かな。こう見たらどうやろうな、肩周り胸周りでかくなってるよな。これポーズが違って何とも言えないんですけど、多分でかくなってる気はする。まあ半年じゃねやっぱそこまで大きくは変わらんのかなっていう感じですけど、まあまあでもいいんじゃないかな。いや普通の人の成長度合いが分からへんから何とも言えんねんけどまあ筋トレっていうのはねほんまちょっとずつの積み重ねやと思ってるんで、ちょっとでも大きくなってるなって感じたんならいいんじゃないでしょうか。次はいつ減量するかやな。まあ80キロくらいまでいったら一回体重落としに行ってもいいかもしれないですね。なんか大会とか出えへんかったら減量するタイミングがないから、何キロまでいったら一回減量するとかね決めとかへんといつまでもなんかデブっちゃう気がするな。トレーニングの後半は肩トレをしてますね。肩はねほんまにいろんなメニューをしてる。ほんでしっかりね肩に負荷を塗れるように頑張ってる。肩ってちょっとミスったらね全部外すんですよ。ショルダープレスもミスったら大胸筋に入るし、サイドレイズもミスったら僧帽筋とかに入るし、だから肩はねフォームはかなり重要視してますね。パーソナル通い始めて習って一番良かった部位ですね肩が。さっきの半年前の写真の時さ、あの時肩トレとかほんまに全然詳しくなくて、多分サイドレイズとショルダープレスくらいしかしてないんじゃないかなあの時。肩の筋肉は羽状筋って言って結構頑丈な筋肉なんですよ。だから低重量から高重量まで、ほんで低回数から高回数までいろんな刺激を与えてねやっと成長する筋肉なんで、今思ったらねあの時の肩なんかもう細くて遠すぎやな。全然やってなかったもん、やり方わからなくてまあそんな感じでね、懐かしかったのかしを思い出しつつ、でも筋トレって自分との戦いなんでね、やっぱ才能とか骨格もあるから、みんながね目指してる体になれるかは分からへんけど、でも昔の自分よりかっこいい体には絶対なれるはずやから、こうやって昔の自分の体と比べてねどんな感じかなって考えるのはいいかもしれないですね。最後は低重量高回数のサイドレイズです。半年後の僕が今の自分を見直して、おっしゃでかなったって思ってもらえてるように必死に頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。最高に集中できましたね。やっぱりね、いらんことはもう朝に片付けてすっきりしてから筋トレできるのは最高ですね。まあ筋トレってね、筋トレのために時間作るの大変ですけど、忙しい時にしっかり時間作ってきた時はその分ね達成感もやりがいもあるし最高でしたね。じゃあ帰ってまた仕事します。家からティッシュがなくなってしまって鼻がめっちゃ詰まってて喋りづらいんですけどまあでも昨日今日はね仕事をかなり頑張りながら筋トレも頑張れたんでね、いい2日間やったなと思います。仕事が落ち着かないのはもうちょい続きそうなんですけど、筋トレのクオリティを下げないようにね頑張っていこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。